さあこれが蒸気でさっき鳴っていた3時ぐらいにポー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 鳴っていた時計です。一番上のところがパカパカ開いて蒸気が飛び出しながら、そう煙が出てる感じですね。じゃあこちら小樽のオルゴール堂というところにちょっと行ってみたいと思います。おお、中は西洋の造りですね。オルゴールがたくさんあるという形です。わあ、ハート型をしたおしゃれなものがいっぱいあります。僕のキャラクターにぴったりのものがいっぱいあります。あ、これ奥までずっと続いてるんだ。このね、このおーすごい、ほら見てください、すごく天井が高くて広々とした作りですね。あー素晴らしいオルゴールでございます。ちょっとでも引っ掛けたらいろいろ壊れてしまいそうな。そうそう、瀬戸さん似合いますね。時計台、あ、これ時計台のやつだね。蒸気が吹き出した、ね、これもオルゴール、ネジを回すと音が鳴りますね。あ、ここにでかいのがある、ね、それは売り物じゃないですか。これ売り物じゃないですね。オリジナルって書いてある。何がオリジナルなの。中見たいですよ、うん、この床の泣く感じがいい。あ、すごく。ここはその昔運河の倉庫だったんですか。そうですね。これは2階に上がっていきたいと思います。こういうブリキ系のものもすごいですね。やっぱり西洋と混じり合った感じが素晴らしいです。あ、見てこれ、ほら、フクロウがステンドグラスみたいな感じになってるのかな。すごいね、この銅と銅板とのコラボレーションがかなりいい感じですね。さあここからは全体的な感じが見えます。オルゴール堂の全体的ですね。すごいですね。この床がね、踏んでるとねギシギシなるんですけど、それがすごい味わい深いんですよ。多分そのもともと倉庫だったと思うんですが、かなりしっかり作られた建物です。いやー素晴らしいですねこれね。すべてに何か歴史を感じるものがあります。そして北海道といえば月のマグマと荒巻ジャキで、この上は3階で手作り体験ができるみたいですね。有工房という手作りで、ステンドグラスですね、オルゴールと組み合わせたもの、いろんなものが作れるみたいですね。もし機会があればオリジナルのオルゴールを作りませんかという感じですね。そしてなぜかここに招き猫営業とか書いてあります。やっぱりね、小樽ね、歴史が感じられる。こう変に近未来化もしてないし、それから古臭いわけでもないというところにすごく味があるいい感じの建物がいっぱいありましたね。ちょっと来てよかったですねこれはね。さあということでオルゴール堂からお送り出しました。ではまた。そして最後出口のところにいたのはでっけー小樽オルゴール堂のテディベア。ムネさんおすすめのオルゴール屋さん、小樽オルゴール堂でした。みんな来てね、劇場で待ってるぜ。わけのわかんないですから。